まあ完敗とは思わないですけど、まあ、相手の方が強かったなっていうのは聞いたっていうのが分かったときに、やっぱりちょっと冷静さを書いてしまった。試合後の率直な感想、をお聞かかせいただけますでしょうか、はい、率直な感想はもう、悔しいの一言ですね、でもまあ前回の試合よりはね、なんか、うん、う未練はないですけど、まあ、勝って応援してくれてる皆さんのお うんまあ、期待に応えたいというか、まあ、喜ばせたかったなという思いが強いですね、はい、あの1ラウンド序盤からかなり飛ばして、ハイペースでこうパンチ繰り出していたと思うんですが、それはもう作戦であ行こうと思っていた、とというところですかそう,そうですね、もう今回は正直5分間しか考えてなくて、1ラウンドの、もう5分間のうちで倒してやろうと思ってたので、まあ、作戦通りではありますね、あのはい、最初のパンチは。 先ほどあの悔いがないというお話もありましたがそれはもうご,ご自身のもうやりたいことを出し切ったという意味なのかそれとも,もう相手に完敗という意味なのかそのあたりも完敗とは思わないですけど、まあ、相手の方が強かったなというのは、まあ、もちろん思うんですけど、まあ、悔いがないというのは、まあ、倒しに行った結果あ、まあいう結果になってしまったというので、うんまあ、自分の中でそこは仕方ないなと。 うん、もうそこはやっぱり技術の自分が足りなかった部分があるので、まあ、また、ね、練習するしかないなっていう,、まあ、そう,いう感じですね、はい、勝負を分けたとしたらどこだったでしょうか。 そうですね、勝負を分けたとしたら、やっぱりまあ試合中っていうのは、あんまり,こうやっぱり、ね、冷静ではないといけないですし、倒しに行くとしても、やっぱり自分の形を守らなきゃいけないと思うんですけど、やっぱり最初に僕のパンチが入って、テミラ選手の目がちょっとこう、あの泳いだというか、まあ、いたっていうのが分かったときに、やっぱりちょっと冷静さを欠いてしまった、うん、そこがちょっとやっぱり、ね、良くなかったなと、自分で思いますね。はいでもまあ 結果として、まあ、こういう形ではありましたけれどもこの戦い方自体はこれからも変えずにやっていきたいというのはありまますか戦い方は変えません、えーとまあ結,果でね、結果論になってしまうのであそこで一発僕が、ね、一瞬早くパンチを入れていれば、まあ、みんな、ね、あの褒めてくれるし、まあ、こういう結果になったらもちろん僕が、ねえー、何やってんだよと言われる結果なんですけど戦い方は変えずにしっかり技術を、えー、向上させて。 メンタル、えー、もそうですね、えー、その試合中の、うん、安定させたいなと思っているので、戦い方自体は僕は変えるつもりはないです、はいまあ、しっかり体調をね、一番に整えて、また必ず、えー、そういったとは復活するので、うん、その姿を、えー、いつも応援してくれてるファンの皆さんに見せたいなと思っているのが、まあ、今後の、はい、展望です。